こんにちは、松はいつも一人の松です。2021-2022シーズンが間もなく終了いたします。1シーズン、サッカーをたくさん楽しまれた方々、たくさんの試合を見られた方々、興奮と、悔しい思いだったりとか、いろんな思いがあったシーズンっていうのが、今シーズンも間もなく終了するという形になっているんですけれども、さまざまな思い出を抱えた中で、私もですね、もちろんサッカー、辛い思い、悲しい思いもしたし、楽しい思いももちろんしましたし、YouTube を通じてさまざまな方と、コメントをいただけてお話しさせていただいたりして、サッカーの勉強がまたできたりとか、本当に非常に、楽しい、1シーズンを、過ごさせていただいたんですけれども、今回はですね、その、シーズンがもう間もなく終了するということなので、セリエ A、ラリーガ、ブンデスリーガ、そしてプレミアリーグと、その全4大リーグから、私が選出するベスト11というのを発表させていただく企画をやっていこうかなと思っております。まだねシーズンが終わっていないので、ちょっと一足早くというかね、もう本当ちょっと早めの、ベスト11の発表という形になるんですけど、もともとはね、セリエ A だけとか、ブンデスリーガだけとかプレミアリーグだけとか、そういったこともね、やっていこうかなと思ってはいるんですけれども、たくさんの試合を見れてるのって基本的にやっぱブンデスリーガ と、プレミアリーグが中心に僕はなっているので、セリエ A だったりとか、ラリーガだったりとかは、あまり数多くの試合を見れていないっていうのもあるので、ベスト11を発表できるほどの、知識も、そのチームをあまり見てないなと思ったので、それだったら、全部まとめた中での、ベスト11っていうのを選ばせてもらおうかなと思って、この企画になっております。なのでもしかしたら、普段よく見てるブンデスリーガとプレミアリーガだったら、後々またそこだけでのベスト11っていうのを、ラジオでまた投稿するかもしれないんですけれども、今回はその4大リーグすべてで、選出するという形になるので、最後までご視聴していただけたらと思います。はい。あとですね、一つ、注意事項というか、フランスなんですけれども、リーグワンですね、リーグワンに関しては、視聴方法が僕ないので、どうして見たらいいか分かんないので、それこそチャンピオンズリーグで、パリとかの試合は見ることはできますけど、そこだけで判断するっていうのもなかなか難しいので、そこを含め、考慮して、フランスリーグはちょっと除外させていただいております。はい。では早速始めていこうかなと思うんですけれども、今シーズンですね、さまざまなチームが大活躍していると、特に今チャンピオンズリーグで含めれば、リバプールとレアルマドリードの決勝がまだ残ってますし、両チーム 4-3-3 の形なんで、このベスト11の形も 4-3-3 で選出しようかなと思ったんですけれども、私はですね3バックシステムがここ最近気に入っておりまして、一番好きなのが 3-4-2-1 なんですよ。これはね、過去にも発表したそういうベスト11企画とかでもお話ししたことあるんじゃないかなと思うんですけど、シーズン序盤、プレミアリーグのシーズン序盤に、トーマス・トゥヘルがリバプール相手に行った、形っていうのが本当に好きで、それからちょっと3バックシステムが、好きになったというか、トゥヘルだからこそ余計好きになったのかもしれないんですけれども、ゲームとかね、サッカーゲームとか普段あまりたくさんしないんですけど、たまにするときも基本的に無理くり3バックに変えて、サッカーしたりするんですよ、ゲーム。それこそユナイテッドを率いたとしてもね。なので、今回、私が選ぶベスト11になるんで、その自分の好きな形で、ベスト11を選ばせてもらおうかなと思ったので、その形で発表していきます。なので 3-4-2-1 で発表していきます。ではまずゴールキーパー、レアルマドリードのティボー・クルトワ。はい。まずクルトワですね。なぜクルトワかと、正直言ってね、今季のクルトワすごかったですよね。本当にレアルマドリードの試合をすべて見ているわけではないです。そこは本当に申し訳ないんですけれども、ただ今シーズン通してチャンピオンズリーグ含めリーグ戦含めると多分20試合はレアルマドリード見てると思うんですよ。で、その中でやっぱりクルトワの存在って相当大きくって、
やっぱりウィングスパン、両手を伸ばした時の長さもそうだし、身長もそうだし、タッパーも非常にあるじゃないですか。で本当に伸びるし、腕が。でレアルマドリードを救うような、決定力、相手の決定機を塞ぐスーパーセーブっていうのも、存分に発揮していたので、それこそ今チャンピオンズリーグの決勝までね、導いてるっていうこともあったりするので、そういったことを考えると、クルトワっていうのは、ファーストチョイスになるのではないかなと。もちろんね、リバプールのアリソン、マンチェスターシティのエデルソンだったりとか、ノイアーだったりとかね、そういったところも当然、テアシュテーゲンも当然そうかな、候補には入ってくるんですけど、みんな優秀なゴールキーパーですけど、今シーズン の、あのパフォーマンスと結果だったりとか、タイトル獲得だったりとかもやっぱ考慮すべきだと思うので、クルトワを選ばせていただきます。では3バック、右からシュクリニアル、ファンダイク、ダビド・アラバ。はい、ではまずシュクリニアル、インテルを、昨シーズンスクデット獲得に導き、そして今シーズンも、スクデット争い今はまだ真っただ中ですけれども、やっぱりこの選手がいるとね、ビルドアップも非常に安定するし、インテルにとって非常に重要な役割を担ってます。右のセンターバックをインテルでも、やってるんですけれども、ボールを持ち運ぶ、能力、そこからのパスで、対人能力もどんどんレベルアップしてきているし、とにかくハイボールにもね、本当に強いので、なかなか欠点っていうのもね、見つけにくいタイプのセンターバックなのかなと。理不尽なデュエルの強さだったりとかはね、ないのかもしれないけれども、彼自身が持つそのボールの読み、相手のやってくるプレーの読み能力だったりとか、そういったところの、頭脳派ですよね、頭脳派というか、自分のフィジカルをちゃんと頭脳を使って戦っている。で本当に頭のいいセンターバックだと思うんですよ。で今シーズンのインテルを見てても、もちろんデフライも素晴らしいし、バストーニも素晴らしいので、彼らも選出候補にも当然入ってくるようなセンターバックにはなるんですけれども、その中でもシュクリニアル本当によくやってたなと個人的に思うので、インテルの試合も今シーズン、全ては見れているわけではないですけど、何試合どころではないですけど、何十試合か見させてもらった中で非常に素晴らしいパフォーマンスをしているので、シュクリニアルは、僕の中で、選出しても、おかしくないなと思って選ばせていただきました。でファンダイク、ファンダイクに関しては言うこと特にないですって感じぐらいなんですけど、ちょっと理不尽さが半端ないんですよね。なんかもう今季のファンダイクちょっともう、セットプレーでも点取るわ、ビルドアップは相変わらず持ってるわ、リーダーシップ持ってるわ、でやっぱりね、多分センターバックの中で一番笑かしてくれたのこの人やと思うんですよ。その笑かしてくれた その意味っていうのは、すごすぎて笑っちゃうっていう意味なんですけど、インテルとのチャンピオンズリーグ のラウタロとの1対1のデュエルの瞬間、もう皆さん多分これで思い出していただける方多いと思うんですけど、もう笑っちゃいますね。すごくなかったですか、あのシーン。もうかかってこいや感半端なかったでしょ。なんか別にリバプールのサポーターでない私が、リバプールとインテルの、いわゆる同じ大きいクラブ同士ですけど、自分の、心のクラブではないというか、自分が応援しているクラブではないのに、あのプレーを見てしまったら、なんかすげえなマジでっていう、なんかもうそんなことできちゃうのっていう、ちょっとね、ほんと理不尽さの塊みたいだったなっていう、ちょっと桁がなんかこう、センターバックって今確かにルベン・ディアスとかも非常に素晴らしいし、他の候補で、確か、ミリトンモとか、リュディガーとかね、そういったセンターバックも非常に優秀だし素晴らしい選手いっぱいたくさんいるんですよ。いるんですけど、なんか一つ抜けてる気するんですよね、この選手。なんか全員ほんますごいんですよ。ほんますごいんですけど、ちょっと対人でのちょっとこう理不尽さっていうのは、ちょっとこうこの人が圧倒的だったんじゃないかなと。リュディガーもね、対人のところ非常に強いところ持ってるんですけどね。でもちょっとファンダイクはちょっと今季はちょっと別格だったなっていうのがあって選ばせてもらいました。で3人目、ダビド・アラバ、僕がね、非常に好きな選手です。バイエルンから去ってしまって、心としては非常に、悲しい、ところ
ところではあるんですけれども、でも何よりね、やっぱり彼が、まあ、笑顔で、かつ、レアルマドリードで楽しくサッカーをしてくれているなら、一、元、まあ、チームの、選手と応援してた身として、非常に嬉しいですし、やっぱり彼の持ってる能力っていうのを、まあ、僕はやっぱバイエルンで長年見てきましたから、レアルマドリードでも十分その才能を発揮してくれると思ってましたし、やっぱりレアルマドリードに来て、やっぱり大きく変わったのは、やっぱりあのレアルマドリードのチームに対して与える、まあ、ビルドアップの形の多さですよね。やっぱりそのあたりはやっぱりこうミリトンだけではどうにもできないところっていうのをしっかりとカバーできる。もちろん左サイドバックでの起用っていうのはたくさんあったわけでもないし、あったかな、多分なかったかな、ちょっとその辺はちょっとあれなんですけど、でもまあ左サイドバックで起用されても正直もうヨーロッパでもトップ5とかに入るようなタイプの本当にサイドバックにもなれるし、まあ、とにかくね、自分の体の向きで相手を騙しながら逆サイドにボールを飛ばせるあのキックは本当に特別ですから、もう本当ね、もうすぐにでもバイエルン帰ってきてくれへんかなって本当に思うぐらいの選手なんですけれども、でも本当に、今シーズンの活躍っていうのはチャンピオンズリーグも決勝まで進んでるし、レアルマドリードに対して与えたビルドアップの、まあ、形の多さも、さっきも言いましたけども、その辺もそうだし、まあ、貢献度っていうのも非常に高いなと思って、でなんか SNS とかも見ててもあのレアルマドリードのサポーターの方々になんかアラバ非常に評価していただいてるみたいだし、アラバのことを好きだって言ってくれてる方もたくさんいられたので、一なんかあの元バイエルンの選手を応援してた身として非常に嬉しかったので、ちょっと選ばせてもらいました。はい、では次、両ウィングバックですね。右のウィングバックはアレクサンダー・アーノルド、左のウィングバックはイヴァン・ペリシッチ。はい、では右のウィングバックのアレクサンダー・アーノルドなんですけれども、まあ、当然ねリバプールで、まあ、チャンピオンズリーグの決勝まで進んでいるし、まあ、負けないチームで、提供する彼のキックの質っていうのはもう毎シーズン驚かされることばかりだと。その中で何点生まれましたかっていうぐらいの本当ね、素晴らしい才能を、まあ、遺憾なく発揮している、もう本当に素晴らしい選手なんですけれども、まあ、僕が行うこの 3-4-2-1 システムの中で、ウィングバックっていう役割ならアレクサンダー・アーノルドの持つ、まあ、唯一の、まあ、欠点というか、まあ、隠しきれない部分っていうのはやっぱりこうデュエルの部分だったりとか、あのボールを持った中での対人能力っていうのは、まだ課題と、言える部分はあるんですけれども、まあ、それをこう忘れさせるレベルの強烈な、まあ、キックと、まあ、質っていうのをあのボックス内に相当放り込むことできるんで、まあ、彼を評価しないことは、まあ、なかなかできないし、当然ね、カルバハルがもう一人の候補でいたんですよ。カルバハルは本当に僕大好きで、レアルマドリードの選手の中で一番好きな選手なんですよ、カルバハル。もちろんアラバも好きですよ、アラバも大好きだし、カルバハルも好き、まあ、アラバに関してはなんかもっとバイエルの選手だから、なんかこうレアルの選手っていうなんですけど、こうちょっとまだそこまで心切り替えられてないっていうの、まだ切り替えられてないんかいっていう話なんですけど、まあ、でも本当にこうレアル感って言ったら、まあ、カルバハルの方が強いじゃないですか、まだね。なんで、まあ、そういうことがあって、まあ、カルバハルが一番好きなんですよ、僕。で、まあ、やっぱカルバハルも、まあ、キックの質も多いし、キックの質も高いし、キックの種類も多いし、で上下のオーバーラップも非常に、スムーズにかつダイナミックに行えるし、まあ、アレクサンダー・アーノルドに持ってない、まあ、対人の部分だったりとか守備の対応の部分っていうのも、まあ、うまいことできるんですよ。だから僕の中でサイドバックっていうくくりで、現代のサイドバックでくくるんだら、カルバハルが僕はナンバーワンだと思ってるんですけれども、ただウィングバックっていう今回の僕の形での選出になるんで、よりこう攻撃性能だったりとかを求めていくっていうことも考えての選出になると、まあ、アレクサンダー・アーノルドになるのかなと。もちろんね、サイドバックでアレクサンダー・アーノルドも候補に入るんですけれども、サイドバックに例えば4バックにしたとしても、ね、当然素晴らしいんですけれども、4バックだとカルバハルで、3バックでウィングバックだとアレクサンダー・アーノルドと、そういった感じで僕は選ばせてもらったので、まあ、今回の形的にはアレクサンダー・アーノルドかな。はい、で左のウィングバックペリシッチ、まあ、もうこの選手に関しては僕も左のウィングバックに誰置くかって言われた瞬間にもこの人しかもう浮かばなかった。本当にこの人以外いないでしょっていう、もうね、今季の活躍も本
と凄まじいし、圧倒的、圧巻です。本当にだこの選手が来シーズンフリーですよ。フリーだ、フリーですよ、マジで。インテルが契約延長しなかったら、多分インザーギとかフロントは契約延長したいと思うんですよ。でインテリスタの方々も是が非でも延長してほしいと思ってると思うんですよ。でもペリシッチにとったら来シーズンからフリーになるし、これだけの活躍したからさ、さまざまなクラブから声かかると思うんですよ。だから年俸アップとかも、計算できるぐらい、まあ、ほんまに素晴らしい活躍を今季してるんですけど、もともとインテルに、最初に行った時でバイエルンに行った時もそうだし、ドルトムントに行った時もからもそうですけれども、やっぱりずっと両足蹴れるっていう、ウィングのタイプで、こうなんていうかな、目立つようなスピードだったりとかパワーっていうのはないのかもしれないんですけども、こう本当にこうチームに対して、ちっちゃなことでも、好影響を及ぼしてくれる、ウィングかつウィングバックの選手だと思うんですよ。でこれだけハイレベルなこう試合の中で、ウィングバックで攻守において躍動できて、かつ両面において相当な質を提供できるウィングバックって多分彼しか僕いないと思うんですね。本当に本当に思います。で僕本当に大好きな選手なので、その好きだから選ぶっていうよりも、もうそこをもう除外してでも今季のペリシッチの活躍っていうのはちょっともう目を見張るものがあったので、僕がもし個人的ななんかこうバロンドール選んでいいっていうんだったら、僕はもうペリシッチにあげたいと思ってるぐらい、本当に今季のペリシッチは本当に素晴らしいです。なのでちょっとは僕は選ばせてもらいました。なかなかねインテルの試合とか過去の試合をこう見るってなるとなかなか難しいかもしれないんですけれども、もしね現状見れるインテルの試合とかがねあったりとかしたら、ぜひ気になる方いらっしゃったら見てほしいんですけど、まあすごいっすわ、本当に本当にすごい。はい、もうちょっともうペリシッチに対してはねもう褒め言葉しかないんですけども、では次、中盤いきますね。中2枚ですね。1人目レアルマドリードルカ・モドリッチ、リバプールファビーニョ。はい、まずモドリッチに関しては、年齢を重ねても、いつになったらこの選手衰えるんですかというパフォーマンスを常日頃からしております。かつ年齢を重ねるごとになんかまたさらに上手くなってねっていう、なんかこうなんていうの、限界あんのこの人っていう、なんかちょっと昔ねやっぱりこうスパーズにいたじゃないですか。でスパーズにいた頃ももちろん見てましたけど、やっぱりレアルに最初来た時はやっぱり批判の的になってた選手だったじゃないですか。でもやっぱりレアルに残って、自分のできることだったりとか、技術も含め、ちゃんとレアルマドリードに少しずつ貢献していって、でバロンドールを獲得してクロアチア代表ワールドカップの決勝まで導いたりとかね、もう本当偉業中の偉業をずっと成し遂げてるわけじゃないですか。でもう年齢的にも36とかでしょ、もう正直言って衰えてもおかしくないんですよ。確かに毎節毎節出るフルで出るとか、チャンピオンズリーグも含まれてくると過密日程になってくるんで、コバとかも入ってくるとね、連戦使うっていうのは難しいのかもしれないですけれども、やっぱ出た時のパフォーマンスでこの選手悪かったなっていうのって多分なかったと思うんですよ、僕が見た中ではなくて試合では。でそれをこうなんていうかな、もう年齢のせいじゃないというか、多分相当ケアとかも多分大事にしてると思うんですけど、なんかこう安定度っていうのも踏まえてこの選手を評価してないシーズンなんてほぼないんですけど、選ばない理由がないなと。こうやっぱ波のあるチームの中で自身のパフォーマンスもちょっとなこう下降戦に行ってしまう選手とかももちろんいるんですけど、この選手まあないんで、今季の活躍もそうですけども、モドリッチに関しては外す理由がないなと思って選ばせてもらいました。でファビーニョに関してはリバプールの中でも僕はトップクラスに好きな選手で、本当にねこの選手がいなかったらみたいな、リバプールもしかしたら知ってもっと増えてたんじゃないみたいな、もう少しあったんじゃないって思うし、本当に大事な局面潰すし、読みも聞くし、体も強いし、本当にね、
本職はアンカーじゃないですか、まあ、ボランチもできると思うし、で一応まあ右のサイドバックとかもできるっていう感じだと思うんですけど、まあ、基本はもうアンカーがもう定着してると思うんですけどね。で元々持ってる能力っていうのはまあ素晴らしいものを持ってて、でその中でやっぱりあれだけアグレッシブなチームの中で、多分様々なことを求められてると思うんですよ。やっぱり360度ね、ピッチ見ないとダメだし、味方の動きだったりとか流れだったりとかゲームを読む力っていうのも相当求められると思うんで、非常に難しい試合の中で判断もこう大事なところで、自身の読みだったりを正確に行いながら相手の起点を潰すっていうところを、まあ、存分に見せてくれたと思うんですよ。確かにこう数字的な役割、数字をこう残すような活躍っていうのはしてないんですよ。でも彼の特徴はそこじゃないので、やっぱりいい選手だなっていうのを今シーズンずっと見てて思ったし、多分さまざまな方がこの選手のこと多分相当評価されてると思うんですよ。だからこそやっぱこの選手を入れてあげたい、な、はい。では次、シャドウですね、2枚、右のシャドウ、モハメド・サラー、左のシャドウには、トッテナムのソン・フンミンを選ばせていただきました、はい。ではまずサラー、もうサラーに関してはまあ数字面もそうだし、まあ、結果ですね、まあ、とにかく数字を残しまくってますんで、まあ、現状、まあ、右のウィングと言われるポジションで、まあ、これだけ今シーズン結果を残した人はこの人しかいないので、まあ、選ばざるを得ない、まあ、それが一つで、リバプールにやっぱり勝利を出してきている数で言えばこの選手多分圧倒的な数が多いので、今回のチャンピオンズリーグの決勝進出も含め、プレミアリーグもまだ優勝争いもしてますけども、まあ、ちょっとねシティの方が若干今ちょっと有利になりつつあるかなっていうところではあるんですけど、でもそういうね、ハイレベルの中で常日頃たくさんのプレッシャーを与えられる中で結果を残し続けた彼っていうのは、まあ、賞賛に値するし、まあ、賞賛しない理由がないし、多分サラーを選ばなかったらなんかいろんな人からなんか言われそうだなっていうのもあったので、いろんな人って誰に言われるんだって話なんですけど、まあ、でも本当にこのサラーに関しては選ばざるを得ないという選んで当然だと思ったので選ばせていただきます。ソン・フンミンに関しては結果も数字もそうだし、もう20ゴール取ってますし、まあ、間違いなく、まあ、アジアナンバーワンの選手であり、世界でもトップクラスのウィングの選手だと思います。多分この選手に関してはどこのチームに行ったとしても、まあ、コンスタントに試合は出れる本当にスーパーな選手だと思います。本当にね、何がすごいってもう本当いろいろあるんですけど、まずシュートも上手いし、動きの質もレベルが相当高いと、でプレスバックも非常に速いし、やれと言われれば多分できると思うんですね。でかつ今こう 5-4-1 のような形でスパーズでは守る形やってますけれども、そういうブロックを組む形の中でも自身の持つ、まあ、運動量だったりとかを攻守において、使うことができる。でやっぱりこうソン・フンミンと、まあ、ハリー・ケインという2人でのこう2トップというかね、この2人の、まあ、ホットラインからの得点アシストっていうのを相当重ねてますけれども、まあ、相当なその数字を残してるっていうことも踏まえて、やっぱりソン・フンミンは、選んで、まあ、しかるべきだと思うし、まあ、当然のものだと思ったので、まあ、これを選ばせていただきます。ではワントップ、カリム・ベンゼマ、レアル・マドリードですね。まあ、この選手に関しては、まあ皆さんがそうじゃないかなと多分思われた方が多いんじゃないかなと思います。まあ、今期のベンゼマは、ラリーガ、タイトル獲得、そしてチャンピオンズリーグの決勝までの進出、そしてチャンピオンズリーグでの劇的なゴールの数々、現状バロンドールが一番近いと、言われている選手だと思うんですけども、まあ、しかるべきだと思います。今シーズンの活躍かつ、まあ、チャンピオンズリーグをもし成し遂げたとしたら優勝、まあ、ベンゼマでしか、認められないと思うし、ベンゼマが獲得すべきだと。本当に今シーズンのベンゼマはちょっとこう、まあ、一つ、もともとスーパーな選手でしたけども、得点力っていう部分とちょっとこうスター性というかね、こう主人公感っていうのも、こう今までクリスチャーノ・ロナウドにその役割をずっと、クリスチャーノ・ロナウドがまあ主人公で、その脇
脇役って言ったらいいんですけど、縁の下の力持ち的な役割をずっと担ってましたから、まあ、彼が去って、レアル・マドリードを立て直す時間もしっかりとかけて、ここまで来て、こういった結果を残してますから、ベンゼマは選んでしかるべきかなと思います。はい、ということで、まあ、僕が選ぶ 3-4-2-1 システムで選ぶベストイレブン、もう一度発表させてもらうと、ゴールキーパークルトワ、3バック、シュクリニアル、ファンダイク、アラバ、右のウィングバック、アレクサンダー・アーノルド、左のウィングバック、イヴァン・ペリシッチ、中盤2枚、モドリッチ、ファビーニョ、右のシャドウ、モハメド・サラ、左のシャドウ、ソン・フンミン、トップ、カリム・ベンゼマというような形です。当然、皆さんね、さまざまな選手の名前浮かんだと思います。当然ね、多分皆さんが思い浮かべてる選手、当然僕も、頭に浮かべてましたし、その選手でもいいかなと思ったりもしました。ただ、今季の活躍で、僕がやっぱりやっぱすげえなとか、やっぱこの選手やっぱほんま効いてるわって思った、その自分が口に出した数が多いなって思うのを、やっぱりこう優先してというか、まあ、タイトルとかももちろん含めてますけど、こうなんていうか、自然に口から漏れたな、すごい、すごいっていう言葉だったり、やばいなっていうのが、自然に口から漏れたなっていう数がやっぱ多いなって思う選手を重点的に選びたいなっていうのがあったので、この選手たちを選びました。当然ね、まあ、僕はバイエルン大好きだし、マンチェスター・ユナイテッド大好きだし、ユナイテッドからちょっと選ぶのはちょっと難しいですけど、まあ、バイエルンからは、まあ、レバンドフスキが、まあ、選ばれてもまあいいかなとも思えるし、まあ、他で言えば、まあ、キミヒも、まあ、今シーズンよく頑張ってたし、まあ、ミュラーもよく頑張ってたし、ノリアもまあまあ失点はちょっと今シーズン多いですけど、まあ、それはチームも得意なので、まあ、選んでもいいかなと思うんですけど、やっぱりこう今季のね、ブンデスは取ったといえど、やっぱりレアルの、まあ、ベンゼマだったりとか、やっぱり劇的なゴールの数々だったりとかも含めても、レアルの選手を選出することが多くなってしまうし、でプレミアリーグはやっぱりこう熾烈な争いが行われている中で、やっぱりリバプールと、マンチェスターシティ、まあ、シティの選手をちょっと一人も選んでないっていうのはね、ちょっとまあ申し訳ないんですけども、ルベン・ディアスをなんで選ばんかったかっていう理由になるのは、怪我があったことと、もちろん能力は非常に高いので、当然ファンダイクと、それに匹敵するレベルのセンターバックだと思うんですよ。確か過去のセンターバックのランキングではファンダイクを1個上に僕順位上げていたはずですけど、今シーズンに関しては怪我があったりもしたので、まあ、それもあるかなっていうのと、あとデブライネに関してはめっちゃ悩みました。本当はね、入れたいんですよ。本当は入れたいんですけど、デブライネを入れるってなったらサラーのとこしかないんですよ。サラーのとこかソウフンミンのとこしかないんですよ。正直ね、入れてもいいっすよ。本当入れてもおかしくない。本当に入れてもおかしくないんだけど、僕が選ぶになって、いろいろ自分の中で試行錯誤して考えた中でこんな形になって、デブライネはもう本当申し訳ないけど外すって形になったんで、本当デブライネ大好きなサポーターの方にとったら、なんでデブライネ入ってないねって思われる方もたくさんいらっしゃると思いますけど、ちょっとその辺は本当ご了承ください。本当に申し訳ないです。あとはまあシティで言えば、カエルウォーカーもそうなのかな、まあ、カンセローもそうかな、まあ、カンセローをまあここで使うってなると左のウィングバックだと思うんですけど、ここに関してはごめんなさい、もうペリシッチ以外やりなかったので、僕の中ではウィングバックだとね、だとカンセロ選んでもよかったんですけどね。だからまあシステム上っていうのもあるかもしれないですけど、まあ、ロドリも今日今シーズン良かったんで、ね、B に外してロドリっていうのもありでしたけど、まあ、難しいね本当に。だから結局、まあ、こういう企画をやるにあたって、まあ、本当に考えるんですよ。あの選手もいいな、あの選手もいいな、あの選手もいいな、選手名鑑がねあるので、その選手名鑑を見て、今季この選手すごかったなとか、あ今季この選手あのシーンやったなとか、こう思い出しながら、あのノートに書きながら自分なりにこう書いて、ベストイレブン書いていくんですけど、結局ねやっぱこうやって今お話しして終わって自分のベストイレブン発表しても、やっぱり結局まだ悩むんですよ。あでもあの選手もやっぱよかったなって。だから本当にね、どれだけすごい選手が世界にはおるんだっていう話になるんですけど、
でもやっぱりこれに関してはね、やっぱり皆さんも多分相当悩むと思うんですよ。今季ベスト11選ぶってなったら、まあ、迷わないポジションっていうのもあるかもしれないですけど、絶対どこかしら迷うと思うんですよ。本当にね、それだけこう、まあ、世界のレベルがすごすぎるっていうことになるのかもしれないけれども、まあ、今シーズンのね、まあ、活躍っていうのは本当にこう僕が選んだ選手以外も本当に素晴らしくって、考慮すべき点なんてもたくさんあるわけですよ。でもやっぱり それぞれが好きな形だったりとか、まあ、僕だったらさっき言った 3-4-2-1 だったりとか、まあ、皆さんだったら 4-3-3-4-2-3-1 だったりとかね、 4-4-2 だったりとか、まあ、その他の形もそうですけれども、まあ、好きな形あると思うんですよ。なのでぜひ皆さんね、自分の好きな形に当て込んでもらって、今季のベスト11、もちろんプレミアリーグの中から選んでもらうのもいいと思うし、まあ、僕が選んだ4大リーグから選んでもらうのもいいと思うし、好きな形で選んでコメントをしていただけたらなと思います。ということで、以上になります。今シーズン、まあ、間もなくね、僕がラジオ収録している時点ではあと 1-2 節残ってるかなっていうぐらいなんですけれども、まあ、間もなく終了して、まあ、これを聞かれている時にはもうすでに終わっているっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、今シーズン本当にお疲れ様でした。来シーズンまた開幕したら、すごいね、ラジオの方どん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 登録して、投稿していきますし、皆さんから寄せていただいたコメントでね、やりたいな、やってほしいなって思うことがあったりしたらね、どんどんやっていくので、ぜひそちらのコメントもお待ちしてよろしくお願いいたします。まあ、サッカーとはまた話がありますけど、まあ、ゲーム実況とかも普段やってますし、作詞活動とかもねやってるので、よろしければ来てもらえたらなと思います。ということで以上になります。最後に、チャンネル登録、コメント、ツイッター、インスタグラムもやってるので、よろしければフォローもよろしくお願いいたします。ご視聴